転移とは、腫瘍細胞が原発病変とは違う場所に到達し、そこで再び増殖し、同一種類の腫瘍を二次的に生じること。がんが転移して、新しい腫瘍が形成されると、それは二次が、あるいは転移がんと呼ばれ、転移した細胞は原発病変のものと同一種となる。これは、例えば乳がんが肺に転移した場合、二次がんは、 悪性の肺細胞ではなく、悪性の乳腺細胞によって形成されることを意味する。この肺の疾患は肺がんではなく乳癌肺転移になる。ただし、臨床医学の現場では、習慣的に二次がんが転移した先の期間の名前で、転移性がんと呼ぶ。特定のがんは特定の臓器に転移するといった傾向もある。例えば、前立腺がんは通常骨に手にする。 同様に、大腸癌は肝臓に転移する傾向がある。また、女性の場合、胃癌はしばしば卵巣に転移する。腫瘍は、良性腫瘍と悪性腫瘍とに分類されるが、このうち、悪性腫瘍のみが、珠にや転移を行う。見かけ上、良性腫瘍であっても、転移が起こった場合には、悪性腫瘍とみなされる。転移は、癌細胞が原発層から離れ、 血管やリンパ系を介して移動し、体の他の部分に到達するという一連のステップである。これが起こるためには、癌細胞は原発層から離れ、標的組織に接着し、さらに浸順するために、その組織を取り囲んでいる細胞外マトリクスを分解しなければならない。高校癌が,が転移する場合、一般にリンパ系を通って、頸部のリンパ節に移動する。 癌研究によって、癌定位には、血管申請が重要であることが発見された。主要の血管申請は、癌細胞が周りの正常組織に、π3k、悪とンとアシグナルを送ることから始まる。このシグナルは、正常組織の特定の遺伝子の発現を促し、それによって、新しい血管が作られる。このシグナルの働きを阻害することで、 癌細胞の増殖や転移を抑制すると考えられている。転移は理論的には原発癌と同じである。主要は一つの癌細胞あるいは体の他の部分の細胞からスタートしたものである。しかし10%以上の癌患者の転移において原発層は見つからない。これらの場合、医者は原発癌を不明、または不詳とし、患者は 原発層が不明な癌を有していると称される。滑血があったら、肺癌、血尿があったら、膀胱癌というように、簡単な因果関係で原発層を明らかにできない場合、複雑な画像診断でも明らかにすることは難しい。いくつかのケースでは後になって原発層が明らかになることもある。 免疫組織科学法を使用することによって、病理学者は多くの転移癌の源を同定することができるようになった。画像診断では、たとえ病理解剖を行っても同定することは難しい。原発層が対抗しても転移層が残ることもある。転移癌の細胞は原発癌の細胞と類似している。癌組織を強権することによって、その癌細胞の種類が、 体のどの組織に見られる細胞と同じものであるかがわかる。例えば、乳がん細胞は胸で発見されても転移して体の他の部位で発見されても同様に見える。それゆえ、肺で発見された主要の細胞が乳細胞と同じように見える場合、肺の主要が二次元であると決定する。しかし、依然として原発癌を決定することは難しいために、病理医は、 免疫組織科学的方法やフィッシュなどの補助的な方法を用いなければならない。それでも、なお、原発病変を発見することができず、死後病理解剖によってわかる場合や発見されないまま終わる場合がある。過去に、癌の治療を受けたことのある患者に二次癌が見つかった場合、それは新たな原発癌ではなく、転移癌であるケースが多い。転移癌に対しては、 化学療法、放射線療法、生物学的療法、ホルモン療法、外科手術、レーザー免疫療法、保管代替療法、あるいはそれらを組み合わせた治療法が取られる。治療法の選択は原発癌の種類、サイズ、転移場所、患者の年齢と健康状態、そして以前に実施された治療法に依存する。原発層不明の患者の場合は、 原発がんがなくとも同様に必要な治療法が試みられる。しかし、すべての治療法を取れるような施設は少ない。ありがとうございます。